大田殿魂氏は、危機等に伝わる古代日本の人物。古事記では、伊布たた泥古いのち、大宮神社では大事か、猫命としている。奈良県桜井市にある、三輪山の神である、大物主神、または、ことしろ主神の子孫、または子で、神君、賀茂君、意思変更の祖神とされる。なお、辞席や、活動年代、刑夫等から、大物主神とことしろ主神が、 同神であるという説がある。王は、大で、美少、猫は、尊称を意味し、南馬猫剣ぶり熊命や古代天皇の和風意味な号に参見される。多々は、伝の意味かと推測されている。日本書紀によると、大物主神の子、古事記によると同神の五世孫、仙台九児本義の地義本義によると、今年の主人の七世孫で、主人天皇と同世代の人物、 日本書紀によると、地の県の末村、すなわち、泉国大鳥群陶器層、古事記によると、河内国見ぬ村、すなわち、若江軍小野の出身という、いずれも、当、新田神社の付近という、同じ場所を指すかとも考えられる。現在、大宮神社の拙者、大寺家、猫神社等に祀られている。父は、今年の主人の六世孫、県藩、方主命、 母は、幾多間兄彦命の四世孫、鴨部三好姫で、三角心の娘、美き姫を妻とし、この大いご気持ち命から、三輪の氏、鴨の氏、三輪人べ氏、神べ氏などの氏族を排出したと伝わる。日本初期巻、第五によると、崇神天皇五年、国内に出益を多くして、民死亡れる者はべりで、かつ大半にな無とす。六年には、 百姓は、さすらいしてしまい、あるいは反逆するものもあった。その勢いは、徳で収めるのが難しかった。朝夕神義祈り祭った。これよりも前に、アマテラス大臣、は大国魂神を、天皇の大殿に並んで祀ったが、神の勢いを維持し、一緒に生活することができなかった。そこで、天皇が巫女、豊杉入姫命、 平名城入姫命に二つの神をそれぞれ祀らせることにした。アマテラス大臣は和の重縫いの夕に祭り、豊杉入姫には磯賢城のひもろぎを立てた。なき入姫は和太国魂神を祀らせたが、髪が抜けて体が痩せてお祭りすることができなかった。事態を憂慮した天皇は占いによって災いの起こる理由を究明しようとした。 ここで、占いをすることを、命人気と記しているが、木木のことを指している。なお、義士和人伝の描く三世紀には、和人は、鹿の骨を焼く占いをしていた、とある。そこで、神や酒や原へ行行し、八十万の神々を集えて、占いをした。すると、山和ととひももそう姫命に神が乗り移り、自分を敬えば自然に薬病は、平らぐといった神がいた。 不思議に思った天皇が名前を尋ねると、私は和国の域のうちにいる神で、名前は大物主神というと自己紹介をした。この神のお告げに従ってお祭りをしたが、効果はなく、そこで天皇は再会目欲し、天のうちを清めて自分の信心が不十分なのでしょうか、夢の中で教えてくださいと頼んだ。すると、その日の夢に、 奇人の姿をした大物主神が現れて、天皇、またなう礼へ、ましそ。国の治らざるは、世話がいぞ。もし我が高太田伝魂士をもって、我を、礼祭りたまわば、実に、ひらぎなむ。また海外の国はべりて、自らに帰伏避難むによるものだ。もし我が高太田伝魂士に、我を祭らせたら、立ちどころに平らぐだろう。また、海外の国も自ら降伏するだろうから。 わけ、宇治谷武とおっしゃった。その後、ワート族神、朝さ元げん姫や、進化のホズミ神の祖先である大水口スクネらの、夢にも鬼人が現れて、大田殿魂師と、シーソ長尾師をそれぞれ、大物主神と、和大国魂の採取にすれば、天下太平になるという内容であった。天皇はこの夢の言葉を得て、天下に告げて、大田殿魂師を探したところ、 千ぬ県の末村で、大田殿魂氏が発見された。彼は、父親は、大物主大臣で、母親は、遠津耳の娘の生玉より姫であると答えた。そこで、牧船で、物ノノベレンの祖先である、イカイロオスを、神藩物社に任命した。それから、イカイロオスに、たくさんの平らを、震災の供物とし大田殿魂氏を、大物主大臣の採取。 シーソナガオ氏を和大国魂神の採取にした、という。これにより、薬病は治まり、国内も静まり、五国が実って、百姓はにぎわった、という。スジン天皇8年12月に、天皇は大田殿魂氏に大庭を祀らせた、という。この大田殿魂氏が三輪君の始まりだ、という。古事記にある物語は、これほど煩雑ではないが、大筋は同じで、 スジン天皇の時、薬病が流行で人民が多く死に、天皇の夢枕に、大物主大臣が現れ、いふたた、泥いにしえという人に自分を祀らせれば、たたりも収まり、国も平安になるであろうと信託を述べた。天皇はその人物を探し出し、いふたた泥を振るいのちに、三輪山の神を祀らせ、いかが志向の命に、天の八十ビラがを作らせて、天人賃儀を定め祀らせた。 という話は同じである。ただ、こちらは、神の血を引く子で、大物主大臣と、遠津耳命の娘の勝玉頼姫の三代目の孫である。さらに、勝玉頼姫がどうして、神の子を産んだのか、という物語も語られている。大田殿魂子が登場するのはここまでであるが、このことから、主人天皇が、山と国庭山の神を祀ることで、 再生一致の政策を行い、さらに海外も含めた周辺の諸国の統一に着手していることもわかる。ありがとうございます。